遠山奈央です。私声優デビュー10周年ということで、今いろんな企画にチャレンジしているんですけれども、今回はザン奈央ズキッチン。ほらほらほら、おお、暇だ、よかった。あ、ついてなかった。もうドキドキの奈央ズキッチン。そもそもこの料理っていうのは、私あのオフィシャルクラブ虹の輪っかっていうのがあるんですけども、月に1回料理にチャレンジして、その成果をブログにして皆さんにお届けしているんです。なのでまあまあ結構なスキルと経験値が培われている状態なんですけれども、今回は完全にイメージでチャレンジ、初めてレシピを見ないで、かつ自分でメニューを決めたわけではなく、お題ドドンと来て、よしやってやろうじゃないかということで、本当に初めて作るものにチャレンジしていきたいと思います。かれこれもう2年3年くらい月に1回やってるんですけれども、中でも得意なのはマグロのレアステーキとか、肉巻きとか、こんにゃくステーキとか、バターを使うものが多めですね。まあちょっとこの後何が出てくるのかはお楽しみなんですけれども、和洋中のジャンルにチャレンジしていきたいと思います。まずは洋から、洋房です。ナオボーが洋房になります。作るのは洋食パスタからナポリタン。まあ、どこから作るのかはちょっと定かじゃないんですけれどもね。ね、できれば3品作っていきたいと思うので、和洋食やっていきたいと思います。よし、レッツナオズキッチン。ナオズキッチン、ではイメージナポリタン作っていきたいと思います。よし、じゃあ材料を見ていこうかな。さあ、和洋中の材料が全部揃っているので、私は正しくナポリタンの材料を選ばないといけないんですけれども、お酒だ。ピーマンは具材としてありますよね。玉ねぎありそう。あ、ウインナーも入ってますよね。美味しい。よし、こんなもんでしょうか。ちょっとね、こんな感じかな。よし、ナスは切ってこう。玉ねぎをみじん切りにします。あー、水が勝手に出る。怖い。叩くと止まる。今日1人前作ればいいんですよね。じゃあ1/6、このくらい、このくらいだと私分になるかな。あー、水が勝手に出るよ。これを、猫の手、こんなもんかな。あー、ずりずりずり。よし、いくぞー、せい。あ、ほらほらほら、みじん切れてる。ほらー、やっぱ上手くなってますよ。ほら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 、これ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 ですよ。上手にできてますよ。目も痛くないし。ピーマンお、何作ってんだっけ。あ、ナポリタン。あれ、待って、ナポリタンってみじん切り。もうやっちゃったからしょうがないね。でもピーマンは絶対入ってますよ。細切りにしていこうと思う。半分ぐらい、こう、細切りってこうかな、こんな感じで。私はちゃんと野菜の後にお肉を切りますよ。ベタベタになっちゃうからね。2本ぐらいでいいかな。よいしょ、斜め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 、切れました。で、麺を茹でる。今茹でとけばよかったのか。11分も茹でなきゃいけない。今茹でとけばよかった。鍋鍋
どれですかね。うちのじゃないからね、難しいですね。これ、これ大きくないですか。よし、これにしよう。 100g のスパゲッティなら1リットル。1リットル、これ3。心配になってきました。あ、なるほど。これが一人前。親切。沸騰するまで待ちます。しなきゃいけないですね。わかった。これお鍋を口にして、ほんでフライパン、フライパン、激しい激しい、おお。このフライパンで具材を炒めます。ここでオリーブオイルですよ。すごい、早くももうお湯がゆだり始めてます。 IH すごい。いくよ、せーの、ふっ、パッ、ほっ、上手にできました。うん、菜箸、で、あ、もうこれ ずいぶん熱いんじゃない。何から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 かな。ソーセージからからかな。ソーセージをとりあえず。あれ、む、無だ。ん、熱くない。あ、ついてなかった。あらあら、ついた、つけたと思ってたんだけどな。よし、ではここで10の皆さん、おいしい、おいしい音をお届けしますよ。せーの。え、あ、来た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 。キャッホー。わー、おいしそう。はっ、さあ、やること終わっちゃったな。暇だ。でも味付けはケチャップと塩だっけ。ソース、ソースなんてあったかな。中濃ソースがある。あ、ニンニクもある。あ、そうじゃない。あ、あ、なんだ、全然見落としてた。あ、なんだ、わかった。よし、これで作れますよ。止めまして、これか、よいしょよいしょ。さあ、ここに出す。あら、でもこれちょっと見えてきましたね。ナポリタンの未来が見えてきた。よし、ここからですよ。ここからまずは塩、ちょっと少なめにしときます。私は結構味付け濃くなっちゃう傾向があるんで。ケチャップザーッと入れます。ダーッと、このくらいかな。ちょっと様子を見てみましょう。完全に成功かも。待って待って、もういらないんじゃないかな、これ。これもうソースとかいらないんじゃないかな。
ちょっと入っててもいいのかな。ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけ。よし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 、おしまい。これで、あれでもなんかちょっと香り変わったな。余計だった？あ、でも、いっか。ナオズキッチン。じゃん。では、いざ実食していきたいと思います。どうですかね、なんかちょっと思ってたよりナポリタンがカピカピしてる。なんかもっとベチャベチャしてるイメージがあったんだけど、なんかあと玉ねぎどこ行った。玉ねぎがなくなりました。どこに行っちゃったの。じゃあちょっと食べてみたいと思います。味がね、美味しければいいわけですから、いきます。あれ、これ全部合ってるんじゃないかな。ちょっと胡椒を入れすぎた感もありますけど、これナポリタンですよ。合ってる合ってる。え、すごい。え、完璧。すごい。おいしい。ピーマンも程よいでしょうか。うんうん。うんうんうん。ん？ちょっと生っぽいかな。味がない。塩とかかければよかったのかな。でもとってもおいしい。いいかも。大成功ですよ。うん。ちょっとやっぱりカピカピしてるけど、でも全然美味しい。すごく美味しい。遠山的には95点をあげられますね。うんうん。残りの5点は玉ねぎです。ということで、ナオボーのナオボーによるナオボーのための要望イメージナポリタン大成功でした。